にちは。アップデートもいろいろ落ち着いてきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。私は今日も新しいネタを求めて夢の世界へ旅立っております。それは寝てるだけじゃろがい。つうことで今回の動画はこちら。シーラ戦がスタートした祖父に込められた運営のメッセージを考察ということで、ちゃんと考察する動画になっております。螺旋の内容がチェンジしたということは何かしら意図が込められていると思うんだよね。そこで、今回気づいたこと、発見したことを紹介していきます。ということで、動画を流しながら解説したいと思います。こいつはどうし、新螺旋の11層の3冠、12層の3冠にアビスの使徒激流紫電が追加されました。現在の歪曲飛行や純粋イベントからの流れでボスを行きたいのにでワンパンして終了という流れをできなくしたようです。明らかに敵の数が増えてワンパンもできなくなって難易度的にもかなり上昇しましたね。動画のようにアビスの人は死ぬ直前にシールドを貼って死ぬのを回避してきます。これまあ倒す手間がかなり増えて属性耐性もつくので強い意志を感じますね。はい、こちらは予想の範囲ですが、運営としてはエンドコンテンツなのに螺旋が簡単すぎたという判断かもしれません。これまでは割とどうにかなる難易度でしたが、今回難しくなりました。キャラや武器のインフレに合わせてなのか、それとも勝利先生限定の難易度調整なのか、どちらにせよこれまでのようにクリアさせる気はないようです。余談ですが、海外ではアビススパイラル表記なのでアビスの人が出てもおかしくないんだけど、日本のアビスって名前入れてほしいよね。このように考察しているけど、正確にはクリア難易度が上がっている気がする。星の難易度はもともと高めだからね。こちらは12層の2冠になります。こちらでは雷付与効果、そして敵が雷系や水系、氷系の攻撃をしてきます。で、採用率が高いキャラ2位にベネットが君臨しています。過去動画参照。何が起こるかというと、ここの戦闘では雷系の反応が起きまくります。痛いから我慢しろよ。これが何を示しているのか、皆さん少し考えてみてください。ちなみに敵モンスターは10キレだよ。答えですが、雷元素の進化は敵が発揮するということです。螺旋の敵はプレイキャラよりもレベルが高い、そしてレベル差が必ずある。ですので、基礎ダメージを上昇させたら非ダメージも上昇することにつながります。雷反応が強化されたらどれくらい負担になるか、厳しくなるか、そういうメッセージを感じたんですよね。ちなみにベネットを使わないと格下は起きないじゃんって思ってる方いそうですが、ベネット使わない人の方が少数派です。まあベネットを使わなくても感電や超電導は発生するんですけどね。物理ダメージに関してですが、11層では今回から物理ダメージ75のバフが用意されております。しかも FOE11 層の特殊効果の水元素付与はスキルや爆発のクールタイムを激増させます。ということは物理を使ってほしいことだよね。いえ、私はそうは思いませんでした。私は物理を使わせると見せかけて、エウルアを使わせたいだけに感じました。ここに出てくるのは、アビスの使徒激流、雷ハンマー、水ハデイ、岩ハデイと、氷が特攻になる敵ばっかりです。氷シールドだと、水付与消せないことに目をつむれば物理と氷元素があれば大体なんとかなる。ここから私のたどり着いた答えは、物理がどうのってより氷と物理が使えるエウルアへの接待なのではって思いました。まあ、勘は超適正に当たりますが、実的にはエウルア絶対と考えたいですね。まあ、新規キャラを特攻にしたいのはわかるけど、急に特攻キャラを意識し始めたんだねって感じでした。衝撃派で来るけど、実際そんなに削れてないよね。バリアと変わった後の物理はマジで強さを感じたけどね。そして、螺旋11層は3冠が一番難しくなるように調整されていた気がします。その理由ですが、防衛ミッションが最初でやり直しやすくなった点。そもそも、前回の2冠のように雷デバフではないので元素爆発自体は打ちやすくなった。で、精鋭キャラが出てこないので処理もしやすい。ミニチャールのような遠距離チクチクがめちゃくちゃ出るわけではない。で、なぜか後半だと敵の数が少ない。
一応難易度は誰がやっても1、2、3巻の順に難しくなるようにできている。2巻のために何度もやり直していた人には嬉しいですね。3巻はかなり難しくなった気がしますが、3巻が一番難しいのは当たり前なので許容範囲でしょう。ここで余談ですが、この水を消してから元素スキルを使わないと鬼長くなります。封筒とかできることなら消してから攻撃を始めたいですね。ちなみにしげくもくん編成していたのはアビスの下のために入れてました。先ほども触れましたが、11層と12層は氷が基本的に刺さる気がしました。12層の2巻の後半では一応炎アビスが出てくるのですが、頑張れば氷でも割れます。その次の後半では氷メンテラも出たりしますが、炎キャラは大体どのパーティーでも入っていることでしょう。関羽は強いので別枠として考えて、関羽以外の氷キャラの使用率がかなり上がりそうだと思っています。ところでリオナちゃん配置されましたが、氷付与として使おうと思うとちょっと難しいね。そうですね、氷付与といえばしげくんもガイアあたりに新しい光が当たりそうだと予想しています。この予想を凌駕してくるのがエウルアさんなのだろうか。まあエウルア実装ということで氷が使いやすく設定されていると思いました。さっきの物理に関してと同じような考え方ですね。というか散々水向こういるのに炎アビスガスのヤバくねえ、性格悪すぎでしょ。炎アビスのためだけに水を入れるかって悩みますね。みんなどうやって攻略してるのかな。バリア割と回復のみバーバラだったら噛み合うのはな。螺旋の攻略情報も募集しております。ということで今回の動画のまとめに入ります。今回は以上、新螺旋から考察できる6つのメッセージについての動画となりました。6個道に噛みつけ出しましたね。多分この構想から数日経ってるからいくつか抜けがありそうだけど、もし今回の螺旋から考察できること思ったことがあればみんなコメントで教えてください。先日、キャラクター使用率のランキング出したのですが、今回のランキングは結構変わってきそうですね。大きく環境が変わった気がするのでどうなるのでしょうね。情報が出たらまた動画にするので、よろしかったら、登録してお待ちいただけると幸いです。で、もう一つ告知で、週末に毎週周遊する壺の精霊の販売放送を、する予定なのでよろしかったら記憶に残しておいて、放送に来場ください。時間はやる気が出た時間なので一応未定なんだけどね。それではこの辺で今日はお別れですね。長い動画をありがとうございました。